はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。涙を拭けよぼっち野球やっていきたいと思います。こう バット縫われてるね野球やる相手が今日もいない。まあ一人で遊ぶか、ぼっちなんだね。なんだこのゲームは。何これ。わかんねえ。ちょっともう一回やろう、もう一回やろう。レベル2になってる。あ、なるほどね。分かってきた気がする。これ 1000m 行きたいね、距離ね。距離 1000m 行きたい。行こう。よし。ちょっと分かっちゃったから。早めにやって、でガーって連打して、ここなんだよな、ここがね、いや、惜しいね。惜しい。くだらないけどね。まあまあ面白いよ。まあまあ面白い。ちょっともう一回やろう。あ、スタミナがあるんだ。あと2回しかできないや。じゃあ、あと2回やろう。あと2回やる中で、なんとか 1000m 目指します。多分、このね、バットのところに、こうだ。これで。犬に運んでもらう。どうよ。すげえ伸びたぞ。2000までいったぞ。これなんかロックされてんね。これは課金アイテムなのかな。じゃあ 2552m 超えましょう。犬にまた運んでもらわないと超えれないぞこれ。ああ、ちょっと早かったかな。どう、なんかロケットを使った。すげえ飛んでるぞ、すげえ飛んでるぞ。なんか運んでもらえ。無理か。面白いぜ。俺もっとね、こうなんかこう結構バカにするようなつもりで始めたんだけど、普通に面白い。どうしよう。どうしよう。普通に面白いじゃないこれ。はい、という、あ、もう一回できる。もう一回やろう。もう一回できる。お、やばい、面白いこれ。普通に面白い。無料だからこれ。ぼっち野球とかで検索すれば出てくると思います。これちょっといまいちですな。これロケット毎回使えるんだね。もっと早くに気づいときがあった。いや、これ運んでもらえばまだ。おい、なんか知らないけど当たったよ。オッケー、オッケー。もう運んでもらってるぞ。なんかいい感じに落ちる。あー、キノコに当たんねえか。記録更新かい。6693。
じゃあ終わろうかな。はい、終わろうと思います。涙を拭けよぼっち野球、結構面白かったです。もしかしてちょまたアップするかもしれないなって思ってしまったぐらい単発ネタの予定だったんだけどね、すごい面白かったですこれ。はい、そんじゃ、終わろうと思います。終わります。バイバイ。